今日はこのタイトルにしましたのは、INTP さんへの効果的なアプローチっていうのを定期的に上げてるんですけど、はい、これも最後です。定期的に来るんでね。結果が出ました。はい、結果が、はい。INTP の女子さんなんですけど、NTube さんですかね。コメントをいただいてですね、興味深く見させていただきましたと。はい、とても面白いですと。INTP の女子ですと。今までお付き合いした方は、漏れなく友人スタートだったと。はい。よく言いますよね。友達になったら、なれないって。はい、で、よくよく聞くのは、はい、君が振られてるだけだったかもしれないですけど。はい、ね。すごく仲の良い友達になってから、なんなら親友レベルまで行ってから、恋仲になったと。はい。これまでお付き合いした人がね。なので、関係が浅いうちは、INTP は、はい。口説こうとしない方がいいと思います。はい。たとえ、口説こうとしてきた相手が、印象がいいなって思っていた人であっても、はい。下心に気づいた瞬間に、ダメになると。はい。おめえなしだと。はい。厳しいですね。男子にとっては。はい。例えば、二人きりで、20回で出かけて、何もしてこない。はい。かつ、ムーディーなお店にも行かない。はい。あれこれ楽しませようともせず、ただひたすら、例えば買い物とか散歩をする。かっこ。はい。これが隊長がおっしゃってる観察に該当するかと思います。はい。ここでも隊長なんですよね。まあ、置いといて。はい。そのくらいになると、ようやくこの人は、あ、私の話を聞いてくれる。はい。っていう風になって、むしろ、逆に今度はこっちから興味を持つんだと。うん、なんだこの人はと。はい。今までの男と違う。あ、こんなこと書いてないんですけどね。で、そういう20回ぐらいの信頼貯金をすることで、こっちから神様の話を持ちかけると。はい。君にとっての神様は何だと。はい。なるほど。そして、そういう話題を迎合してね。はい。肯定しなくていいと。むしろ、はい、それはおかしいとか、僕はこう思うっていう意見を言ってほしいと、はい。で、反論主張してくれると、それに感激するんだと。その反論主張を3日2晩こっちは考え続けると。はい。こういう意見もあるのかと。はい。で、気づくと、彼はなぜそういう考えに至ったのか。っていう風に相手に興味が湧いてくる。宇宙、神様、深海。その中に、彼が加わるんだと。はい。最高。こういう話大好き。はい。でも僕は嫌われている。ねえ。INTP 女子を口説こうとしてはいけませんと。興味を持たれるようにするのも一つの方法だと思います。質問者の恋路を応援しておりますと。はい。ありがとうございます。そういう INTP さんへの動画で、はい、隊長はずっと言う、ま、INTP さんじゃなくても、はい、隊長は、まず観察って言うんですよ。はい。ずっと多分言ってます。この話もずっとしてきた話な感じがするんですよ。隊長、口説いたことがないですか？口説いたことが。口説いたって、まあ、告白したことはないですか？状況を見ながらですよね。あ、なるほどね。ライドですもん。あと、20回でも波が来なければ。20回でも波が来なければならないし。無理にパドリングして、はい、ちっちゃい波にちょっと乗ってみようみたいなことはしない。はい、体力消耗しますからね、あれね。はい。一回でもいい波来たら乗る感じじゃないですか。でも波が来なければ乗らない。乗らない。でもなんかよく、ま、我々の世代では、はい、ホットドッグプレスという、はい、バイブルがあり、はい、マニュアルくんなんて言葉も流行りましたよね。はい。アッシー、メッシーの後にマニュアルくんっていうのが流行ったんですよ。はい。そのマニュアルくんっていうのは、そういう、なんて言うんでしょう。恋を応援する。はい。男子向けの、こうするといいよみたいな。はい。リリー・フランキーさんが書き殴ってた頃ですね。はいはい。ホットドッグプレスで。で、そういうのを読み、そうかと。うん。これはね、石橋貴明さんもおっしゃってました。はい。3回目までだと。3回目までに何かをしないと、はい、その恋は発展しない。はい。っていうのを読んできたので、はい。
そうかと、はい、好きな子には3回までなんだね、うん、っていう僕は精神なんですね、はい、なので、まあ、こういう動画でもそれを話すじゃないですか、はい、そうすると言われるんですよ、はい、別の INTP の動画では、はい、20分見てメガネの人を見て腹が立ったので、はい、まあメガネの人を見てムカついたので消しました、はい、っていうコメントが入ったんです、はい、君それは攻撃だよって思いながら、はい、まあ、僕は静かにそれを消すんですけど、はい、多分やっぱこういうのはダメなんでしょうね INTP さんには。ガツガツ3回目までみたいな、はい、呪縛にとらわれています、はい、でそこまでに何もしないと男と思ってくれないし、はい、友達と 思われたら終わりだと思ってたんですね、はい、って習ったんですよ、はい、あの女子は友達って思うと INTJ さんじゃないですけど、はい、友達っていう枠に入れられると、はい、でその枠は出られないらしいんですよ、はい、だから、はい、こっちに入らないといけないって思ってたんですけど、はい、これを読むと、はい、こと INTP さんに関しては、はい、違うのかなってちょっと思います。INTJ も同じようなこと言ってますけどね。そうです。まずは知り合って仲良くなって好きになって告白してっていう順番が決まってるって言ってたじゃないですか。INTJ さん。ああ、だから、はい、その恋人が欲しいっていう発想にはならない。はい。まず仲良くなるところからでしょっていう。でも我々、はい、我々は誰を私が代表してるのかわからないんですけど。はい。我々の言う恋人が欲しいっていうのは、はい、その過程すべてを含めたものですよ、はい、この一連をね、一連を掴んで、はい、恋人が欲しいって言ってるつもりなんですけどね、はい、君はいしか言わんな何の話ですか。あ、で、はい、僕が間違ってましたっていう話なんです。すいません、はい、でも僕はこれを読みながら、はい、ふと思うんですよ、うん、これかと。よくこの INTP とかね、はい、INTJ って数が少ないって言うじゃないですか、うん、恋愛の違う人口の比率で、はい、多分だからもうなんて言うんでしょう、人って遺伝って言うじゃないですか、はい、遺伝子が受け継がれてないんですよ。わからないです、何を言ってるか。いやいや、言ってることはわかる。それが正しいかどうか、まあ、遺伝するんでしたっけ。タイプ、人は遺伝って言うじゃないですか。 95% が遺伝だって。遺伝子は？でも親父の性格とは僕似てないですよ。いやでも体調あれですよ結構あのどしって座ってる時はうちの親父8周しますよ。タイプ8周エニアグラム。うちの親父どしっとじゃないですよ。オラオラですもん歩く姿はまあオラオラではないですね、はい、でもあのマインドはあると思うんですよ。いや違いますか。違いますよ。じゃあタイプは遺伝しないんですかね。タイプは遺伝ではない気はしますけど、ね、僕ある程度遺伝だろうなと思ってたんですけどね。そんなカッとなりやすいとか、はい、その辺は遺伝あると思いますよ。カッとなりやすい、カッとなりにくい、親父なりやすい、なりやすい。ああ、それはお母様と中和されたんですかね。はい、まあ僕はどっちかって言ったら母親寄りですよ。あ、だと、はい、お母様は ISTP かもしれない今思い出すと。いや、エニアグラムだと2っぽいんですよね。ああ、なるほど。あ、でも6っぽいかもしれない。あ、まあ私みたいな感じですか。根回し。すっごい根回し。なるほど。はい。というのを感じて、まあ、はい、多分僕みたいな人は付き合えてもらえないんだろうなっていうのを感じました。はい、なので、もしか僕みたいな人が残念ながら、残念じゃない。はい、好きになることはいいことだ。もし INTP さんみたいな人を好きになったのなら、はい、告白してはいけないと、はい、君から言うなと。告白してもいいとは思いますけどね。ちゃんと見ろだと思うんですよ。何回とかじゃないんですよ。だから20回を真に受けてはいけないです。あ、20回って正の字を持ってやっても、はい、それはダメだよと、はい、まあ、5回でもいけるかもしれないです。あ、波が来ればね、はい、そこをちゃんと相手を見ろって話じゃないですかね。なるほど。はい、おはようぐらいは言ってもいいですよね。おはようはいいと思いますよ。で、おはようって言って彼女がこうやって座ってるんだとしたら、はい、僕の席じゃないけど前に座るのはいいですよね。そのちょっと前に座って露骨なのは良くないって話ですよ多分。そうなんだ、はい、難しいですね、はい、僕ブルージャイアント見てさって。そういうのはいいと思いますよ。
見たって。見たって。見てないって言ったら、あ、そう。あ、そうですか。面白かったよとかっていう話はいいと思うんですよ。相手が興味持つかどうか。そうですね。はい。で、それをなんかこう、近づくためにわざわざこう、他の人にも話してないのに、いきなりその子の隣に行って、みたいなのが多分、警戒するみたいな。それは下手ですか？はい。自然にみたいな感じ。自然に近くにいるみたいな感じじゃないですか。いや、だって多分、INTP、まあ、INT の人。はい。で、多分、オーラ出してるじゃないですか。近寄るな。近寄るなオーラ。来んなよ。結界張ってるからなって。はい。特に私、陽キャ嫌いだし、みたいな。多分、陽キャで行くといかんのじゃないですか。いかんのじゃないですかって。名古屋弁丸出しですけど。はい。東海オンエアさんおめでとうございます。はい。復活されましたね。あ、知らないです。なるほど。はい。というのを感じて、で、これを読みながら、はい。あの、でも、なんか、うん、いいのか。でも、INTP さんはそれで、私はそれで幸せと思ってればいいのか。ん？いや、なんか、受け継がれないよって。君の遺伝子は。はい。どんどん SJ の世界になっていくよって。まあ、関係ないんじゃないですかね。受け継がれなかったら多分、とっくに絶滅しますよ。あ、昔からこのぐらいは残るように設計されている。はい。はい、なんかこのアリの話とか、働きアリ。ああ、パレートの法則ですか。はい、で、こう2割はこう、ずっとサボってるみたいな。8割がサボってるんじゃなかったでしょ。8割がサボってる。8割。うんと、2割が働いてて、はいはい、2割がサボってて、ああ、なるほど。6割がこう、まあ、ついてくみたいな感じで、はいはい、2割ずっとサボってる2割を排除しても、また2割。また2割が生まれるだけ。生まれるみたいな感じなので、出てきそうですけどね。遺伝だったらとっくに絶滅してると思うんですよ。はい。おめえが心配すんなってね。はい。おめえみたいなバカがよって。そういうのはこっちが考えることだからよっていう話かもしれませんでした。はい。すいません。信用が必要、そうなんですね。うん。NT の人。NT、INT の人。はい。さあ、まあ、いっか。でももう、僕は拒絶されてるんですよ、もう。いや、大将見ろって言いますよ。はい。見てても近寄れないじゃないですか。って言うからですよ、多分。って言うからですよの意味がわからない。そうやって、はい、もう拒絶してるじゃないですかっていう、こっちからの拒絶もあるわけじゃないですか。もう一回。拒絶してるじゃないですかっていうのは、はい、こう自分からの拒絶も壁を、自分からも壁を作ってる。この人僕今壁作ってました。はい。え、僕これ壁ですか？はい。壁なんだ。もうこの人近寄れないじゃないですかみたいな感じじゃないですか。そんなことないですよっていうスタンスでいればいいんですよ。自然にですよ。あ、これね、はい、すっごい興味ある。はい。なんかね、 2,3 回つ、なんかあられちゃんがうんこツンツンするじゃないですか。はい。僕もこっちをツンツンするじゃないですか。はい。多分 2,3 回で、はい、あーダメってなるんですよ。はい。じゃないってことですね。じゃないってことですよ。何を僕は急いでたんですかね。3回待ってたからじゃないですか。この呪縛ね。はい、石橋貴明の呪縛。はい。でも僕みたいな人多くないですかね、男性で。焦るって話。あの、なんて言うんだろう。友達になっちゃいけないし。だからなっちゃいけないことはないんですよってとこですよね。そうやって思ってます？別にそんなことも考えたこともないですよ。なるほど。はい。だからもう、50にして気づいても遅いんですけどね、これはね。はい。INTP は長期戦で行くのが、長期戦かつ、はい。どうすればいいんでしょうね。だから、観察ですよ。となんて、それはチラチラ見て目が合うのを待つっていうのじゃないですもんね。じゃないです、ね。君に興味があるんだよ、みたいなのも。そういうアピールはダメです。アピールもだ、ああ、難しいな、これは。って言ってます。あ、ああいうの、はい、これまでね。はい、これまでのコメントでね。はい。多分、当時は女子の定義が、ESFP とか ENFP なんじゃないかと思います。まあ、幼稚なイメージですよね。あ、その、マニュアル本に載ってる、男子に聞けって言ってるのも外交向けだし、はい、それを、そのターゲットの女子も、ターゲット女子も、ESFP とか、外交、幼稚。いけるみたいな子。はいはい。かもしれない。はい。はい、確かに、ああいうところで、私はツルゲーネフが好きですみたいな女子は出てこないですか、ね、はい。出てこないです。だってハードル高いですもん。はい。お前も嫁じゃないですか。はい。それは、なるほど。3回目、3回目だ？はてな。INTP からしたら、はじめまして、もういいところじゃって感じかな。はい。あ、まあそういうことじゃないですかね。